どうもショータイムゴルフの翔太と勝也と伊藤くんですショータイムゴルフ。そんなめっちゃ遅いのそれ。なんでそんな細いのこれ。うん、よし、勝也さんでしょ、今日買ってきたのそれタバコはなんで細いのが存在するの。強いの。いや、強くはないよ。そうですよ。僕だってこの前もその話したじゃないですか。ユーティだと左の帯いかないですか。左の帯ですよ。右は、うん、右の帯です。行くの。どっちも狭いから気をつけてね。せい帯じゃね。大丈夫だ。持ってる。あ、帯だ。OB? 落としたよ。あ、大丈夫、もう一丁、もう一丁、もう一丁。どうでした、生きてる。うん、この辺にあると思います。こういうゴール嫌いこれ両方狭いから結構難しいよね。パー5だよね。でもパー5なのにドライバー持たさないコースとかもどうなってんの。ティーショットさえ行けば結構行けるよね、ここね。そう、そう狭いかも。あ、セカンドも狭いっけ。いや、セカンドは広いよね。ファーストだ。いや、いいね。触れてきたね。あれ、勝也くん攻めますね、今日は。セーフティーじゃないですね、今日。これ何がセーフティーかっていうと、ドライバーでフェアウェイに乗せとけば次がセーフティーっていう。あ、そっか、行かないもんね。行かない行かない。え、何ローストビーフ。何ローストビーフで行くの。うっせぇ。集中、ここ大事。大丈夫、ここ大事、マジで大事。おっと、はい、うん、大丈夫、全然大丈夫、全然大丈夫これぞセーフティー伊藤君の匂いより飛んでませんねアンカー方向に。はい、2番で飛んでません。うん、オッケー、よいしょ。あー、うるせえうるせえ、取って取ってうるせえ。あー、うるせえ。なんだ、専属カメラマンじゃねえんだよこっちは。うるせえな、ほんと。いいだろう、台本考えてやってんだから。いろいろほんと、全部塞いよ。全部塞いよではない。編集のあれがさ、翔太さんだもん。翔太にお前、翔太の編集をね、大変にしてるだけなんだよ。分かれ。翔太にずっとショットだけしてる動画じゃ飽きちゃうでしょ、みんな。ただただショットだけしてる動画じゃねえだろ、いつも。かっちゃんがなんか、たまに。でもかっちゃんカメラ回ってない時に面白いこと言うからさ。猫背。猫背よ。猫背。撫で方だしね。あっちゃん、カメラ回ってない時に面白いこと言うから、普段からこれ猫背なで型、乳首めっちゃでかい。ほんとさ、久しぶりに言われたけど、めっちゃ腹立った。あだ名、乳輪お化けだってからそれ、かっちゃんがつけたんだよ、でも。ひどいよね、かっちゃん。いや、めっちゃでかいもんだって信じられないくらいでかい。信じられないくらいでかい。本当にでかい。まだでかいの。いや、変わんないでしょ、それは。あ、まだしぼんでないの。まだしぼんでないの。しぼまないいいでしょ、プロになったら。あれ、何なんだろうね。びっくりしたわ。1ヤード3ウッド、パー5です。上げ打ちと打ち上げ、打ち上げ。おお、結構かかったぞ、フック。この方向まで曲がってきました。結構左なの。大丈夫だそうです。結構左っ
猫背スタイル。あー右に山の上この辺ナイスジャンプ。今膝上げてますので待って144、うん、アゲンスト、うん、ちょっと打ち上げたね。7番7で決めます。風よ止まれ。これ重い球打てないからさ。風よ吹け吹け。ちょっと右なんか手前全然いかなかった。86ヤード52度。ちょっと左行ったね。じゃあどこまで来ました。52ヤード60度。日が差してきましたね。暖かいです。ここバーディー取りたい宣言出ました。ここバーディー取りたかったのに。行け。感じで。ピー。良い子は真似しないでください。これはいいね。結構いいライン。五六で。じゃあ。入れる気持ちで。入れる気持ち。惜しい。オッケー。ナイスナイス。道君も四打目。そんな行く？ Oh my god。 やばいですよ。 Oh my god。 スラ？ 翔太のバーディーパット。 あー、ちょっと強い。オッケー、ナイパ。それやめてほしい。マジそれやめてほしい。すげえ気になる。言い訳をしております。いや、本当に気になるそれ。ちょっと俺にやってみて。超気になる。気になるでしょ、それ。あー、もったいない。緊張。仕事忙しいっすね。うん。いいことじゃないですか。うん。ありがたいです。なんかコメントしてよ。あ、ちょっと酔い冷めてきた？うん。酔い足りね。顔普通になってきた。皆さん、餃子安いよ、言ってください。日の出町。日の出町。京浜急行日の出町駅。JR だと関内か桜木町。だよね。本店はねビルなんですよ、ここの家は。家はというか会社ね。すごいよね。ライブハウスもあってね。正午のお父さんの誕生日パーティーをやってくれて、正午がライブハウスと水曜のダブルパンチでね、2フロア貸し切りで、うん、やったやった。感動的なスライドショーとかもあったよね。いやあったね。懐かしいね。懐かしい。2年前3年前3年前だね。あれね、やばいね。もうそんな経った。うん、あれはでも泣けたわ。本当によく頑張って作ったね、ショーは。泣いてたよね、あれね、親父ね。お父さん泣いてた。いつも普段笑いもしないし泣きもしない親父を泣かすって作戦でやったんだけど。すごいよ。ありがとうございます。いえいえ、まあね、いつでも。まあ、翔吾とはね、結構いろいろあったんですよ。仲良かったり悪かったりね。付き合いで言うともう何年なんだろうね。もうでも俺ら14ぐらいからですよね。僕が14の時からですもんね。そうだね。何年だって、6年、7年。7年くらいだね。いろんなことありました。いろんなことあったね。
京都さんなんか日本帰ってきてからの方が連絡くれますもんね。そうだっけ。ねえ京都さんね、日本帰ってからの方が遊んでないよ。アメリカでそんな遊んでましたっけ。アメリカでサッカーやりましたね、みんなでね。やりましたね。ちなみに翔太さんも YouTube で探せば、皆さんあのこの前翔星と言ってたように出てきますよ、優勝コメントね。カットだ。カットしよう。2番アイアン、はい、409ヤード。発音いからずいいの。カーパスに跳ねて、おお綺麗な音。見えない。ここですね、ドライバーで。おー、ナイスショー。まだ190ヤード2番アイアン、セカンド。結構残ったね。殿下の本当2番、え、4番じゃないそれ。さすが俺。いや、ほんと4番で届かせたいんだけどね、190ヤードくらい。いけた。うね。超えた。嫌なこと思い出すね。早く。50、打ち上げ。8番。風はフォロー。押さえて打った。うい。前4、4打目、104、56。ナイス。6、はい、うん、右、ごめん、誰に、なんでだよ。かっちゃん、4打目、56。うまいけどでかいな、出ちゃうんじゃない。はい、おお、ナイス。そういうの多いね。多いね、こういうの多いね。下りフック、あ、惜しい。オッケー。入れます？何打目だこれ。ボギーパット。耐えろ。あー。オッケーです。この辺です。翔太暫定、あ、翔太翔吾暫定。見えねえんだよこれね。左から行った、大丈夫。ダメだ、大丈夫。この辺です。
うわ、眩しいね。暑いね。うん、眩しい。今壊さなかった、大丈夫。今壊さなかった。前壊したからね。なんか危ないよ、このホールね、なんかあるんだよ。見えないからな。これ見てる、勝谷さんの今のボールでさ、追えなかった。ちょっと右サイド大丈夫ですか。このホール来るとちょろり、ちょろ率高い。2番アイアンで。今不正を働きました。手でボールを OB の外に動かしました。6インチ。これは立派なルール違反ですね。6インチはいいんだよ。4打目です。こういうことを試合でもしてるんでしょうか、このプロは。そういうところを伺ってしまいます。でもさ、これでも OB じゃねえかって疑惑あるんだよ。 OB なんだよね、完全にね。完全に OB だね。あんじゃん、たま。諦めましょう、諦めましょう。お前ずるい、今さ。ずるいよ。お前何あったんだから。完全に取ってますよ。抑えましたよ、証拠。たまったんだから、打つなよ。何やぞ。キャッチャー止め。145番。8番。あ、ごめん、勝った。うい。いい球。どうだ。107-52。はい、107-52。3打目。見えね。見えね。はい。手のかけらも大きいねえな。ひどいやつだ。あれ取りに行っちゃう。もう OK でいいっすか。ぶっ飛ばすぞ。OK でいいっすか。60度。うまくね。うまい。うん、まあまあ。正午入れダボです。鳥動画でもいいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。あとグッドボタンもお願いします。低評価だけはやめてください。今後ともショータイムゴルフよろしくお願いします。